今回は、5月のコレグラを見ていきます。まず、イベント情報ですが、6日からバブイールの塔が開催され、新たに18層と19層が追加されます。そして、7日から新イベントとして神滅戦が始まります。神滅戦では、X シリーズと呼ばれる敵を周回することで、大事なもの、を育成できます。詳細が公開されていないので、当日待ちですね。そして、なぜかコレグラには載っていませんが、15日からアーカルム外伝が始まります。私は砂箱の新エリアをがっつり周回したいと思います。イデアのドロップ率とかの検証ができていませんしね。次に、22日から光古戦場が開催されますが、なんと EX プラスの属性耐性が強化されるそうです。一体なぜでしょうね、全く想像がつきません。なんでだろう。また、7月の土古戦場から EX プラスの難易度調整が行われますが、きっと2300万に HP が増えるのかなと思います。さて、ここまでは前座で、15日に大量の神アプデが実装されます。まず、極地の証第2弾として、カオスルーダー、エリュシオン、セイジ、グローリー、魔法戦士、と一気に5ジョブ追加されます。第1弾では、ベルセルクや黒猫の使い勝手が大幅に上昇したので第2弾も楽しみです。次に、これらのキャラにバランス調整が行われます。確か生放送で発表されていましたよね。そして、バトル関連の設定ということで、まず、クエストに応じて奥義のオンオフを保存できるようになります。これめちゃくちゃ欲しかった機能です。奥義オフのままフルオートしてしまってそのまま壊滅、なんてことは何回も経験したことがあります。さらに、オートボタンが自発と救援でそれぞれ保存できるようになります。これもめちゃくちゃ嬉しいですね。基本的にはフルオートなのですが、救援を手動でやるとき、わざわざフルオートの設定を外すのがめんどくさかったです。次に、バージョン2で予兆を解除すると貢献度を獲得できるようになります。これはレバンシリーズの青箱確定ラインが高かった問題を解決する方法です。単純に青箱確定ラインを下げてしまうと、討伐失敗が増えると予見しての処置でしょう。次に、ついにフルオートの回収が行われます。キャラクターごとにアビリティのオンオフを切り替えられ、さらに、クイック召喚で召喚石を使うこともできるようになります。また、仕様として不明だったところもきちんと明記されています。主人公のアビリティもオンオフを切り替えられ、そして、クイック召喚のタイミングですが、アビリティを使う前ということで、バグ召喚の余ダメ10万上昇の恩恵を受けられるなど、完璧な仕様になっています。次は、飛空弾機能のアップデートについてです。まず、アサルトタイムですが、ついに個人で設定できるようになります。エレシキガル持ちが増えたことによって、AT の時間について揉めている弾も多かったです。そして、奥義ゲージ 100% アップの効果自体もオンオフを切り替えられるようになりました。さらに、空弾サポートの同時発動可能数が1つ増えます。これに関しても、以前動画を作りましたが、枠の関係上、虹色と勉強机のどちらを設定するかでギスブルをしていた弾があったんですよね。それも今回のアプデで解消されます。ここまでが15日に予定されているアプデです。そして、救援検索についてですが、参戦者が増えづらいマルチバトルへの対策として、報酬の追加を検討しているみたいです。リンドブルムに砂追加とかですかね。最後に、例年8月頭に開催されていたフェス街水着と、8月末の水着やみなべは今年から廃止になるみたいです。正直、途中のフェスを引かず、やみなべで天井さえすればある程度のキャラを引くことができたので、運営的には面白くなかったのかな、と思います。ということで、今回は、神アプデが多い5月のコレグラについて見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは。